まあ、ただそれは両チームにとって言えることですよね。そうですね。ただ信州としては、あ、いいですね。ここでおっと、いいカバーを見せたんですが最後は決められます。決めたの。さあ信州ボール、ゲーム再開。まもなく第1クォーター残り30秒、10点リードは秋田。ああ、いいディフェンスですね。よく足が動いてますよ。このベテラン陣も来ますが、このスリーはどうだ。このスリーも入らない。1クォーター、まあ序盤の出だしが大事になってくるという話ではあったんですが、常に信州がビハインドという状況が続いていますね。そうですね。まあ秋田としては1クォーターの点は大量得点するんですけど、それは抑えていると思います、はい、ただやっぱり点は取られているので、信州としてはその部分は、スカウティングでも言っているはずだと思うんですけども、はい、やられてしまっている、まあ、ミスからの得点の点数なのかなと思います。ですからそこはまず第2クォーター修正をしていかなければならないということだと思いますが、フリースロー2本目。さあ西山がボールを運んでいきます。自ら行った。ヘルプカバーにオフェンスリバウンドに飛び込んではジョシュ・ホーキンソン行きましたが、攻守切り替わっています。うわー、うまい。最後は決めるというそのパターンが今のところ得点源になっています、信州ブレイブウォリアーズ。野本が落ち着いていきますが、ファールが取られました。信州ホーキンソンに対してです。うまかったですね。今ポンプフェイクまで信州点差を縮めることができていますが、フリースロー。外しました。まあ、野本選手は 3x3 の日本代表候補にも選ばれている選手でして、まあ、その 3x3 という部分でいくと安岡選手も日本代表経験と。激しく来ましたが大丈夫です。カバーできています。アタックしていく。あーっとターンオーバー、走られる。ファールで決めに行きます。先発出場というようなこともありました。秋田の野本のフリースローからです。まず1本決めます。今シーズンオフコートキャプテンを務める野本、まあ、昨シーズンは40試合のうち9試合に出場。タフです。ちょっとクロック間もなく5秒というところでディープスリー入りません。あ、笛が鳴りました。ゴールしなくなるということですから、一旦ここでホーキンソンを下げました。そしてチーム最年長38歳、井上を入れてきました。これ信州としてはここで点が取れるチャンスがあったところだったので、はい、そうでしたね。ちょっともったいない感じはありますよね。ですからまあこの時間帯早々にですね、外国籍選手なしという状態になりました。そうですね。なかなかこういう試合を見るのもないですからね、はい。スローを決めてきました。信州ブレイブウォリアーズにとっては B1 の舞台はレギュラーシーズンとすれば初めての舞台。この激しい、あ、守備に、あ、いいですね。またここも攻守入れ替わる。飛んでくる。またここも21番の長谷川だ。超えました。飛んでくる。またここも21番の長谷川決めてきます。ボールが手につかない。そしてここでまた笛が鳴ります。佐藤がファール取られました。
今度は秋田がファールを取られました。野本のこの表情です。今シーズンからボードを使うっていう風に練習してきてるのかもしれないですね。野本が抑えて得点、まあ、ですからまずそのディフェンスから流れっていう部分でいけばですね、まあ、野本も激しくやはり出ますね。そうですね。さあゲーム再開。中山も、まあ、自らという部分今ありましたが攻めきれないというような展開でしたが声が鳴りました。野本ですね。そうですね。野本3つ目のファールですね。加算できました。秋田は、まあ、依然としてチームファール5つです。ちょっと分かりませんでしたね。そうですね、まあ、本人としてもシュートは入っているので、俺にやらせろっていう感じでありますよね。あ、いいですね。さあターンオーバー、野本、あっと落ちる、渡る、安岡のスリー、リバウンド、あ、野本いいですね。飛び込んだのは野本です。野本冷静に、そして笛を鳴らす。しっかりと存在感出しましたね。さあ野本フリースロー入れました。1本目、まあ、同点に追いついてから勝ち越しはありません。秋田両チームにとってこれは我慢の時間帯が続いていると見ていいんでしょうか。いいと思います。はい、ちょっと信州にとってはつまらないミスが多いのでクォーターに向かいたい。一方の守る信州、いいプレーですね。野本につながった、野本が沈めた。